新型コロナウイルスの拡大をめぐっては WHO への批判も高まっています。というのもあからさまと言っていいほど中国寄りじゃないですか。テドロス事務局長を中心に中国にあまりにおもねった発言を繰り返してですね、もう人の流れ止めるなとか物流も止めるなとか言ってたでしょ。しかしその結果として感染は世界中に広がってしまいました。アメリカでも感染が拡大する中、トランプ大統領は WHO にビシッと言っていますね。トランプ氏は記者会見で、米政権が1月に中国からの外国人の入国制限措置を実施していたことに対して、WHO が感染拡大防止に効果的ではない、経済的、社会的影響も大きいと否定的な立場を示したことに関し、WHO は私の判断を批判したが、彼らの方が間違っていた。彼らはいつも間違ってきたと非難した。トランプ氏はその上で、WHO は米国から巨額の拠出金を受けている。それなのに中国寄りの態度を取るなら拠出金のあり方を検討すると述べ、拠出金の削減や凍結もあり得るとの立場を打ち出した。トランプ政権や議会共和党は WHO のテドロス事務局長らが当初中国の意を対する形で人から人への感染はないなどと事態を過小評価する発表を繰り返す一方、中国当局による感染の拡大を抑え込んだとする真偽の疑わしい統計数字を根拠に中国政府の取り組みを称賛しているとして追及する姿勢を強めている。トランプ大統領の発言は賛否両論ありますよ。ただそれでも国のトップがこれだけはっきり言うっていうことに日本人の僕としてはちょっと羨ましさも感じますね。安倍総理もこれぐらいビシッとね言ってもらいたいもんですよね。アメリカは WHO へ最大の資金を出しています。2017年は WHO 年間予算の4分の1にあたる約5億ドルを拠出したということです。それだけ出しているのに中国寄りになってしまったらもう一体何なのか。もはや世界保健機関っていう看板すら怪しいですもんね。いっそチャイナ保健機関CHO とかに改名した方がいいんじゃないでしょうか。テドロス氏はエチオピアの出身で外務大臣や保健大臣などを歴任してきました。そしてエチオピアという国自体中国から多額の融資を受けているということなんですね、まあ、なのでテドロス氏も中国寄りなんじゃないかと。トランプ大統領の発言を受けて8日の会見でテドロス氏はこう反論しています。我々は全ての国に寄り添っていると反論した。テドロス氏は会見で新型コロナで多くの命が失われているとし、団結しなければ全ての国が苦境に陥るとの見方を示した。トランプ氏を名指しすることを避けつつも死者の増加を望まないのであれば政治化するのは控えてほしいと強調。米国と中国は共に危険な敵と戦うべきだと訴えた。また我々は天使ではなく人間なので間違うこともあるとした上で、最新のデータ情報やその根拠を全世界に伝え続けてきたと WHO の正当性を主張した。人間だから間違うというのは分かりますよ。でも WHO は悪意のない間違いではなくて中国に配慮してわざと嘘ついたんじゃないかっていうのを疑われているわけですよ。危ないのが分かりつつも中国に配慮して警告が遅れてしまったんじゃないかと。政治化するのは控えてほしいと思うのであれば過ちを認めることですね。特に初動なんて明らかにおかしかったでしょう。さらにテドロス氏は中国の犬っぷりを露骨に表していますよ。なんでかっていうと会見で台湾を非難し始めたんですね。8日の会見では台湾を名指しで3ヶ月にわたって人種差別的な個人攻撃が続いているとしています。これを受けて台湾の外交部は言われのない主張だとして厳重な抗議と謝罪を求める声明を発表しました。さらに蔡英文総統は Facebook でテドロス氏を台湾に招きたいとも述べています。実際に台湾に来たらそんな国じゃないってわかるでしょっていう話ですね。台湾なんて WHO 関係なくコロナを抑え込んでいるでしょう。そういうところは見習った方がいいですよ。テドロス氏への怒りに国境はありません。これ先月から話題になってるんですけども、テドロス氏やめろっていう署名運動がネットで起こっていまして、現在の数字を見ると75万を超えています。中国に寄りすぎて対局を見失ってしまっている WHO は一度解体の上再編成した方がいいんじゃないでしょうか。ただ結局再編しても各国の主導権争いになるので、まあうまいことやらなければいけないんですけどね。今度こそ中国に主導権を渡さないように、これはもう日本もねしっかり協力してやるべきだと思いますね。ということでチャンネル登録をぜひお願いします。